脱走ミラージュ3、オーストラリア空軍のミラージュ3、王脱走ミラージュ3は、フランスの脱走者が開発した戦闘機である。デルタ翼が特徴的な単発機で各国へ輸出された。ミラージュはフランス語で原営あるいは、新機能を意味する。ミステールデルタ1952年より、フランス空軍は、軽戦闘機についての研究を始め、翌年に、 朝鮮戦争の教訓を踏まえた新たな性能要求を提示した。この要求に対し脱走者はミステールを発展させたデルタ翼機ミステールデルタを提案し、脱走以外にもブレゲー、ノール、モラン、シュドエスト、シュドウエストの各航空機メーカーも応えて試作機を提案している。このうち最終選考まで残ったのはシュドウエスト s o シュドエスト SE212 デュランダル、そして、脱走ミステールデルタの3機種であったが、いずれの機体も小さすぎて、レーダー類などを搭載する、性能的余裕がないことが判明した。ミラージュ 3A このため、フランス空軍は1956年に、マッハ2クラスの新世代戦闘機の開発要求を発表した。脱走は、ミステールデルタの拡大系を、製作。 1956年11月17日初飛行を遂げた。高速試験中、エアインテークの形状により試作機の速度が頭打ちになり、ロケットブースターを装着してもマッハ2に達しなかったため改良を施し、マルチロール性能を追加した結果、わずかに大型化したミラージュ 3A として1957年に採用。 1958年5月12日に初飛行した。同年10月24日の飛行試験でマッハ2に達し、ヨーロッパ諸国が開発した機体としては初めてマッハ2を超えた機体となった。なお試作機同様、量産機も機体下部に補助動力としてロケットブースターを装備できるが、実際に使用された例はほとんどない。本格的に生産が開始されたのは、 C 型からで、溶撃性能に集中して、改良を加えた結果、白のカ機関性レーダーを搭載し、固定武装として、デフィ 55230mm リボルバーカノン2機を装備、後に、翼化パイロンを2機に倍増して、胴体と合わせて5機となった。フランス空軍は95機を発注し、1961年5月から、部隊配備が開始された。 C 型をベースにした複雑練習機型の B 型は胴体が 60cm 延長され、下機関制レーダーと機関砲が外されているが、必要に応じて装備できるようにスペースは空けられている。輸出が開始されたのも C 型からである。戦闘攻撃機型の E 型が完成したことで、生産の主力は E 型へ移行し、さらなる支持を得た。E 型は、 機内搭載燃料が増加し、レーダーもシラノ2に換装され、機種下部には新たに、ドップラー広報レーダーが装備されている。これにより、胴体が30センチメートル延長された。フランス空軍は E 型を183機配備し、戦術核兵器の運用能力も付加した。E 型に対応する副座型の D 型は、ガンカメラの搭載により機種先端が、 B 型より細くなっている。E 型をベースに偵察機としたのが、R 型で、機種の下器完成レーダーを撤去して偵察用カメラを5台搭載したが、固定武装は残された。R 型に、ドップラー後方レーダーを搭載した全天候型も、あり、RD 型と呼ばれる。完成度の高い機体となった、ミラージュ3は広く輸出され、多くの派生系を生んだ。 その中には、電子機器を、簡素化し500機以上を輸出した、ミラージュ5、エンジンを、強化型に乾燥した、ミラージュ50、ミラージュ F1 につながる、エストール試験機ミラージュ 3F2 等のほか、他国で生産、回収されたネシェル、クフィル、チーター、パンテーラ等の派生機、コピー機も存在する。生産は長期にわたって続けられ、最後の機体が完成したのは、 試作機の初飛行から実に36年経った1992年のことだった。現在ではすでにフランスを含む多くの運用国で退役しているが、パキスタンは各地で退役した機体を大量に入手しており、ミラージュ号を含めて150機以上を現在でも第一戦機として運用している。なお、ミラージュ I はミステールのデルタ抑改造型ミステールデルタを 解消したもの、ミラージュ2は、ミラージュ3と、並行して検討された創発型を指す、開発中の故障であるため、ミラージュ3が、シリーズ初の実用機となる。真下から見た、ミラージュ 3RD 無尾翼デルタ医薬形式を、採用している。これは本気のみならず、ミラージュシリーズを通じて採用されることが多く、特徴ともなっている。デルタ翼は、 複雑な広報を使用せずに高体格を大きく取れるので、線温速域での空気抵抗が小さく、高速性を発揮するのに有利である。また、機体の小型、軽量化が容易なこと、翼面積を大きく取れることに加えて、高向かい各飛行時でも失速しにくいため、高速域での運動性は抜群に良い。 公述する通り、第三次中東戦争においての活躍が、本機の性能の高さを示している。反面、この形式は、エストール性能に劣るのが、最大の欠点である。そのため、フランス海軍において、艦上戦闘機として採用ができず、エタンダール4やアメリカ製の F-8 といった、本機より劣る、マッハ一級戦闘機の採用を余儀なくされた。 また、公務改革飛行時は、抵抗が大幅に増大すること、抑腹荷重が高く低速域での溶抗比が低くなることにより、旋回時には運動エネルギーがすぐに失われてしまうため、低速域での運動性に劣るのも欠点であった。その後脱走者、フランス空軍は、エストール製と運動能力の向上を試みた、通常型水平尾翼式の戦闘機として、 ミラージュ 3F2 やミラージュ F1 戦闘機を開発している。F2 は実用化されなかったが F1 は本機の後継機として空軍で採用された。しかし脱走はミラージュ2000で再び無尾翼デルタ翼形式を採用しておりシリーズ中で水平尾翼形式を採用して実用化されたのは F1 のみとなった。後に エストール性能に劣る無尾翼デルタ翼の欠点についてはカナード翼を孵化することによってさほど長所を損なわず改善できることが発見されたそのためミラージュ3の近代化改修にあたって多くの国がカナード翼を孵化しているが最初に言ったのはイスラエルであった脱走者自身も新世代型のミラージュ 3NG でカナード翼やラークスを孵化したが この機種はミラージュ2000より後の登場であったため採用国はなかった。またミラージュ2000を創発大型化した拡張版の試作機ミラージュ4000にもカナード翼が付加されている。ミラージュ4000そのものは量産正式採用には至らなかったもののその飛行データはミラージュの後継機にあたるラファールの開発支援に貢献した。 イスラエル空軍のミラージュ 3CJ、フランスがイスラエル向けの武器輸出を禁止する以前、イスラエル空軍は多数のミラージュ3を導入し、1962年4月頃から第101飛行隊及び第117飛行隊、1964年3月からは第119飛行隊にも配備された。イスラエル空軍はミラージュ3に車迫の相性をつけ、 第3次中東戦争では、対空、大地ともに大戦火を上げた数のエースパイロットを、排出している。その一方、シラの対空レーダーの信頼性が低く、フランス製のマトラ R530 及び、イスラエル国産のシャフリル空対空ミサイルの威力も、低いという弱点が発見された。そのため、イスラエル空軍のパイロットはミサイルではなくもっぱら 30mm 機関砲を、 対戦闘機戦闘に用いた。シャフリル空対空ミサイルによる戦火は、つマイナス16大型戦略爆撃機1機に対する、のみで、しかもとどめは、対空火器によるものだった。機関砲射撃も、白のレーダーの即居性能が低く、機体受け渡し時の吹き流し射撃の命中率は1.9%、訓練を行っても22%という結果で、命中率が低かった。 そこで、イスラエル空軍は、レーダー即興をキャンセルし、スロットルレバーの下に2個のスイッチを追加して、一方を短距離用、もう一方を中距離用、2つ、同時にスイッチを入れると600メートルというように、ガンサイトが手動で動くように改造し、即興は、目視でいった。これにより、命中率は35%にまで向上した。この改造は、 テクノロジー的には後退しているが、戦闘能力的には大きな前進をもたらした。後にはレーダーを完全に撤去するなどの改造も施した。またパイロットは自死で奇襲できる位置に誘導してもらい、可能な限り遠距離から空対空ミサイルを撃ち、外れたら機関砲を使う戦法を取った。目視および、 固定機銃という第二次世界大戦時と同様の戦い方が有効であった一因として砂漠地帯にあたる中東は高温で砂塵が多く当時の技術の電子機器では過酷な気候への耐性に乏しかった点一方で晴天も多いため肉眼でも遠くの敵機を視認できた点などが挙げられるまた同空軍は航空船よりも 敵機の地上破壊を最優先課題としていたこともあり、イスラエルはこの戦訓を踏まえて、空対空戦闘用の機材を簡素化した対地攻撃型のミラージュ号を発注した。しかし、フランスは政治的理由によりこの機体を引き渡さなかったため、ミラージュ号の無断コピー版であるネッシェルを呼びその改良型のクフィルが開発されることになる。フォークランド紛争では、 アルゼンチン空軍がミラージュ3を運用していたが、ブラックバック作戦により、イギリス空軍のバルカン爆撃機によるアルゼンチン本土空襲の可能性が危惧され、本土にしばらく釘付けとなった。終盤では、ダガーと共にフォークランド諸島へ投入されたが、ダガーよりも燃料搭載量が少なかったため限定的な活動しかできず、一機がシーハリアーに撃墜されている。 他には、インパ戦争、南アフリカのブッシュ戦争等といった戦役に投入されている。オーストラリア空軍のミラージュ3、オーフランス空軍のミラージュ 3RJAT を使って、離陸するスイス空軍のミラージュ3、S ミラージュ EEA に搭載された、シラノツーレーダースイス空軍のミラージュアイースに搭載された、ヒューズ製、タラン18レーダーミラージュ 3NG の、 試作機パキスタン空軍のミラージュ3、オーローズ、アイブラジル空軍のミラージュフィブル近代化改修により、空気取り入れ口側面に、カナード翼が追加されている。イスラエル空軍のネシェルイスラエル空軍のクフィル C7、出展。 マイクスピック、ザイラストレーテッドディレクトリオブファイターズ、ゼニスインプリント、http://books.google.co.jp:/books/about/ ザイラストレーテッドディレクトリオブファイターズ、j p ers, html, id, イコール P40 ノーズ J84C。スタッフライター、ドッソミラージュ3ストライクファイター、ヒストリー。 スペクツピクチャーズミリタリーエアクラフト。2012年5月30日閲覧。諸言性能武装ミラージュ3-5-50の海王国。ありがとうございます。